日本政府の ODA に基づき、フィリピン沿岸警備隊が使用する40メートル級の多目的船、10隻のうち、最初の1隻が JMU で浸水、本日海上工事が実施されました。本船は、フィリピンの海上における安全確保の船舶数が不足しており、沿岸警備隊艇の増強で、能力向上を図り、フィリピンにおける海上安全の向上に寄与することが期待されてます。本船の性能は、長さ44メートル、横幅 7.5 メートル、エンジン出力 2580kW、最大速度約25ノット、引き渡しは、8月11日に横浜磯子を離れ、8月18日にマニラ港へ到着予定となっています。